見る人も見られる人も幸せに、医療と福祉のサービス施設老健榊紅葉チャンネルです。今回の情報共有動画はホームページの更新方法を変更しましたというお話です。そのお話の前に令和3年介護報酬改定のお話をします。今回の介護報酬改定には大きく5つの柱があるのですが、その胃の一番、一つ目の柱に感染症や災害への対応力強化ということが書かれているのをご存知でしょうか。内容としましては、感染症や災害が発生した場合でも利用者に必要なサービスが安定的、継続的に提供される体制を作りましょうということと、災害への地域と連携した対応の強化を求められています。したがって主体なく正確な情報を共有するということも地域との対応の強化に含まれております。続きまして、本題のホームページ更新のことについてお話しします。これまでは定期配信で四つ葉会と業者が、まずは原稿ができたら業者に作成依頼してました。それで業者の方で、ホームページを更新し、テスト、そして更新の許諾依頼というのも、連絡をしていました。そしてそのテストを閲覧して、掲載許可、そして、支払うという段取りを持ってやっております。平時であればこれで全く問題ありません。ただし有事になりますと、この方法ですととても大きなタイムロスが生じます。また更新ごとにコストがかかってしまいますので、次から次へと更新ごとにお金がかかってしまいます。土日だとさらに割増料金がかかります。こういう仕組みです。このような感じですね。やはり有事の際にタイムロスをなくす努力は必要だと思われます。従いまして、この方向のままではやはりダメだと思われます。今回の変更点としましては、ホームページ自体をワードプレスというブログ形式に載せ替えていただきました。そうすることにより、よく更新する内容は施設側で更新できるようにすることができました。これがワードプレスの画面になります。ワードプレスに新規投稿する方法は、業者の方と電話による打ち合わせ、あとウェブ会議を持ちまして何回か打ち合わせをしました。そして業者の方にはこのように会員マニュアルを作ってもらいました。はい、というわけで簡単ではありますが、今回の情報共有動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドいいねボタンもよろしくお願いします。